プロテウス症候群は遺伝学的背景を持つ気象疾患で3つの肺用のすべてで組織の過成長が引き起こされる可能性がある。プロテウス症候群の患者は胎児性腫瘍のリスクが増大する傾向がある。プロテウス症候群の臨床的、放射線医学的症状は非常に多様であるが特有の整形外科的な症状が存在する。 プロテウス症候群という名前は、姿を変えることのできるギリシアのわたみ、プロテウスに由来する。プロテウス症候群は、1976年にサミア、テンタミーとジョン・ロジャースによって、アメリカの医学文献に最初に記載されたようであり、マイケル・コーエンによって1979年にも記載された。世界中でわずかに200を超える程度の症例が、確認されているだけであり。 現在約120人がこの病気を抱えていると推計されている。診断が最も容易なのは最重度の変形が生じた人々である。軽症状態が存在する可能性があり、まだプロテウス症候群と診断されていない人々は多く存在する可能性がある。プロテウス症候群では皮膚、骨、筋肉、脂肪組織、血管、リンパの過成長が生じる。 プロテウス症候群は進行性の疾患で、通常は外観上明らかな異常がない状態で出生する。皮膚や骨の腫瘍は、典型的には、小2期の初期に出現する。プロテウス症候群の診断には、筋骨格系の症状が重要である。非対称的な成長が生じる箇所やその重症度は、極めて多様であるが、典型的には、頭蓋骨、四肢のいずれか、 足の裏が影響を受ける。この疾患と関連した血管異常による深部静脈血栓症と肺血栓側栓症のため若年死亡のリスクがある。プロテウス症候群と診断されたマンディ・セラーズの症例のように過度の体重と肥大した死死のために関節炎と筋肉痛が症状となることもある。余分な組織が存在するためにさらなるリスクが生じる可能性がある。 この疾患自体によって一様な学習障害が生じることはない。プロテウス症候群の患者における知的障害の分布は一般集団よりも高いようであるが統計的に優位であるかを決定するのは困難である。加えて外観上の変形の存在が患者の社会経験に負の影響を与え、それが認知的・社会的欠陥の要因となっている可能性がある。 患者では、片側性の卵巣濃厚選手、清掃腫瘍、髄膜腫、自家腺の単形性選手など、特定種の腫瘍成長のリスクが高くなる可能性がある。また、片側巨脳症としばしば関連している。プロテウス症候群では、筋骨格系の症状が頻繁に明確に出現する。患者は特有の骨格異常を示す傾向がある。整形外科的な症状は、 通常、両側性、非対称性、進行性で、四肢と脊椎のすべてに現れる。患者には、通常、局所的な関節周囲の死の歪み、死の長さの不一致、及び、脊椎の変形が生じる。プロテウス症候群の患者は、骨の肥大にもかかわらず、正常な骨構成と外観を有していることがある。また、腸頭症などの頭蓋骨の変形や、 顔面の異常が生じることがある。この疾患は稀で、兆候も多様であるため、整形外科的治療は個別的に行われるべきである。プロテウス症候群は、稀な遺伝的モザイクによって、過成長が生じる障害である。肺成長中の遺伝的変異によって、一部の細胞で過成長が生じる。2011年に、プロテウス症候群の原因が突き止められた。リンドハーストラは、 障害の厳密な臨床的基準に適合する29人の患者のうち26人でアクト1キナーゼの活性化変異がモザイク型に生じていることを特定した。以前の研究では10番染色体上の点との関連や16番染色体との関連が示唆されていた。2011年のアクト1に関する発見以前から点や グリピカン酸を高度し細胞分裂や成長を調節する GPC 酸遺伝子がこの疾患への関与するという報告は疑問視されていた。多くの情報源においてプロテウス症候群は母反症の一種とされている。病変はモザイク状に分布するようである。この障害は遺伝的モザイクの一例であることが確認されている。オーストラリアの医師のチームは プロテウス症候群とされる患者にラパマイシンによる治療を試み、それが効果的な治療法であることを発見した。しかし、この患者がプロテウス症候群であるという診断は疑問が持たれている。アメリカ国立衛生研究所の国立ヒトゲノム研究所のプロテウス症候群研究チームはアーキル社によって開発された。 アクト1阻外剤、アーク092の容量設定試験を開始した。組織や細胞資料を用いた初期試験では、アーク092はアクト1のリン酸化とアクトの下流の標的因子のリン酸化をわずか2時間で減少させた。第一小試験が2015年11月に開始され、プロテウス症候群の小児と成人に対するアーク092の容量設定試験と題された研究で患者を募集した。 1986年のブリティッシュメディカルジャーナルの記事においてマイケル・コーエンと J.A.R. ティブルズはジョゼフ・メリックはプロテウス症候群であったという説を唱えた。しかしメリックが抱えていた正確な症状が確実に解明されているわけではない。マンディ・セラーズは何人かの医師によってプロテウス症候群であると診断された。出生以来、 彼女の足は不均衡な割合で成長し続けていた。しかし、2013年に、セラーズの症例は、イギリスのテレビの特別番組シュリンキングマイ17、ストーンレックスで調査され、実際には、プロテウス症候群ではなく、PIK3CA 遺伝子の変異であることが、突き止められた。ありがとうございます。